こんにちは、ひまひまです。ここはですね、もうひまひまも新学期から中学2年生になるということで、現在中学1年生なんですけど、やっぱり勉強も難しくなるじゃないですか。なのでやっぱ気分から上げていこう、そして効率的に勉強できる文房具が欲しいということで、今回は新学期に向けて優れもの文具を準備したので、今回はそちらを紹介していきたいと思います。というわけで早速紹介していきましょう。レッツゴー。はい、でね、やっぱ小学校の頃は文房具が可愛ければ全てよしみたいな感じだったんだけど、やっぱり中学校になると筆箱に入るとか、コンパクトさとか書きやすさ、そちら辺が大事になってきて、でも結構色とかも大事なので、その自分が勉強しやすい色だったりとか、あとノートにまとめやすいとか見やすいとか、そういうのも結構重要です、自分の中では。はい、というわけで早速ね、中学2年生になるひまひまの文房具紹介していきたいと思います。じゃあ早速ね、一つずつ紹介していきます。まず一つ目はこちら、じゃじゃん。こちらはもう皆さん大好き、キャンパスソフトリングノートって言って、なんとね、これ開くとこういう感じになっていて、結構ねこのリングが柔らかいんですよ。でこれが結構リングが小さめなので、この浮かないの、ここが、だからそれもいい。でここに線が入ってるんです、切り取り線みたいな、ちぎれるの、こうやって綺麗に切り取れるからマジでおすすめです。続いてはこちら、じゃん。はい、これは国用のマークタスっていうツーウェイカラーマーカーなんですけど、開けますと、これただのマーカーじゃなくてツーウェイマーカーなんですけど、こうやって上に目立たせカラーって言って、アンダーライン引いたりだとか、自分が目立たせたいなっていうところに引ける色のマーカーがあって、その下にこのね、控えめメモっていう、ちょっと控えめな色のグレーっぽい細いペンがあります。これでなんか付け足しのメモを書けるっていうやつです。これね、マジで好きです。はい。で、実際にひまがこのマークタスを使っている映像を皆さんにここで見てもらいたいと思います。こんな風に使います。どうぞ。こちらのノートにマークタスを引いていきます。この風化っていう字が、このキーワードが大事なので、こことこの3つを、大事なキーワードをね、目立たせたいので引いていきたいと思います。ここは赤にします。こういう、では引きます。すごいね、書きやすい。風化っていう字赤にしたんですけど、この3つは青にしたいと思います。はい、青も塗ってみました。で、これ、ツーウェイタイプなので、このさっき風化のとこに塗った赤、こっちはこう塗れるやつになってて、こっちが控えめなグレーのカラーになっていて、このね、ちょっと赤っぽいグレーなので、この緑は緑っぽいグレー、黄色は黄色っぽいグレー、みたいな太いペンの方とちょっと色味が似ているグレーになってます。なので、例えばだけど、風化のとこにくるくるってやって大事って書くこともできるし、黒よりあんま目立たないようにする。控えめな色なので、とても私は勉強に役立っています。じゃあ他もちょっと塗っていきますか。せっかくだから5色全部使っていきます。こんな感じでじゃじゃん、できました。やっぱり最初に比べてマークタスで色つけたりとか、こうやってグレーのカラーのところで付け足しをしたことで見やすいノートになったと思います。この目立たせカラーじゃないですか。でも目がチカチカしない色が特徴になっているそうです。本当にそうだよね。はい、こんな感じです。はい、続いてこちら、じゃん。こちらです。これはテープのりなんですけど、このテープのり持ち方が2つできるテープのりなんですよ。自分の持ちやすい位置を調整できるやつです。1とか2って書いてあるんですね。でこれをこっちにずらすんです。ズン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 。そうするとこうやって引きます。こうやって次ここのこうしながら、じゃあ2番の方にやるとこう持てます。2タイプ持ち方があるので、自分の好みに合った持ち方ができるのがとてもおすすめです。でもちなみにひまは1番が多いです。続いて中2って感じがするでしょ、中2。続いてがこちら、じゃじゃん。1本で2役、これが暗記用ペンセットです。赤シートとこういうペンですね。これの緑の方が教科書とか参考書の文字を消せるやつ、
それで赤シートで隠すともう見えなくなるので暗記に適してますね。でこの消しペンでその緑のやつを消せます。ピンクの方は自分で書いて、でそれを赤シートで隠せるということです。説明するのが難しいのでここを見てください。次、続いてはじゃじゃん、こちら。これが国用のキャンパススタディープランナーというもので、これを使うと勉強前にやることの整理ができますね。これちょっとね違うんですよ、5つとも。ビークリーっていうやつなんですけど、でもこれは1週間分の勉強の予定だったりそういうのをメモできたりしますね。これが1週間タイプで、この後の残りの3つなんですけど、この残りの3つがデイリーっていうやつで、これが1日タイプなんですけど、1日の予定を立てるやつですね。前っていうか、ひまがいつもテスト期間の1日みたいな動画をアップするときはメモ帳に書いてるんですけど、そういうときにこれがあった方が絶対便利ですよね。穴が開いてるのでルーズリーフとかに挟めるのもねポイントかなと思います。国用のキャンパススタディープランナーを使ってるひまの動画をね皆さんに見てもらいたいと思います。こんな風に使ってます、どうぞ。はい、こちらキャンパススタディープランナーデイリーの方をね書いてみました。こんな感じです。じゃじゃん、こんな感じで、そう、一日のやつはまとめてみたんですけれども、これはガーリータイプというかガーリー柄のやつを使ってみました。ちょっと女の子らしいピンクっぽい柄のやつを使ったんですけど、こうやって国語、数学、英語、理科みたいに色を分けて、その色で一目見てわかるように何時間その色のものをやったか、そういうのをこう分けてみましたね。こんな感じ、横が何時間やったか10分単位であって、縦も時間が朝の4時、5時、6時、7時、7時、8時、9時、10時みたいな感じで分けられてるので、なんて言うんだろう、勉強の合間とかに書きやすいデザインになっています。よくできたらこれ、できたらこれ、もう少し頑張ろうと思ったらこれ、これをねこんな感じでチェックで書いてみました。でこれめちゃめちゃ便利ですよね。ルーズリーフに挟めるので、それもとてもいいポイントです。後ろが普通のノートになってるので、後ろにも何か書けそうですね。はい、ってことでね、結構便利なので、皆さんもぜひ使ってみてください。新学期、最初からさ、やってればもうそれが1年間の当たり前になるじゃないですか。だから受験勉強の時とかもすごく役立つと思うし、とてもおすすめです。続いてはこちら。じゃじゃん！こちらは、これは見た時にね、マジで一目惚れしたというか、こう開けられるんですけど、ここにもポケットがあって、ここにもポケットがあるんですね。で、その中にこういうのが入ってるんですよ。収納が多くできるものですね。ここのポケットに、ここのマークタス、カラフルのマークタスとか入れるとさ、めちゃめちゃ可愛くない？すっごい可愛いの。こうやってカラフルの入れるとね。これも、気分がテンションが上がりますね。続いてはこちら、じゃじゃん。これは携帯ハサミです。キャップがいらないので、これを押しながらグーッといくとハサミになるんですけど、すっごい軽いので、形が全体的に丸いので手が痛くならないし可愛いですね。テープとかも切れるんだって。テープとか切れるしベタつかないらしい。次こちら、じゃじゃん。ミリ消しっていうやつなんだけど、こんな感じで、すっごいよね今の時代。3とか4とか5とか6。6ミリ幅とか5ミリ幅のノートがあるじゃないですか。これノートの幅に合わせてあるので、1行ごと消せるんですよ。とても便利商品です。続いて、じゃじゃん。これ修正テープなんですけど、これ本当にすごくて、今まで使った中で一番ね、使いやすいんだけど、先っちょ部分がこう動くんですね、左右に。わかるかな？なので、ピタッと密着して引いてくれるので、ずれないで、ピターッと貼れるので、すごく消しやすいです。はい、そして続いてこちら、じゃじゃん。国用の鉛筆シャープです。これ白と黒があるんだけど 0.3 ミリとかもありました。やっぱり鉛筆型なので持ちやすくて、しかも細くて筆箱とかにもねとても入るんですね。めちゃめちゃ書きやすいの。なんか特に漢字が本当に書きやすいから、もうすっごいおすすめです。そして次がこちら、じゃじゃん。これも国用のキャンパスの折り返せる薄型バインダーです。これがこういうルーズリーフなんだけど、ただのルーズリーフだと思うじゃないですか。ルーズリーフなんだけど、普通のやつよりね、とにかく薄いので、かさばらないのが特徴です。そして次がこちら。じゃじゃん。
これが国用のキャンパスの復習がしやすいプリントファイルなんですけど、2冊ね買ったんだけど、こんな感じで、ここに赤シートとか挟めるんですよ。ここにもプリントを挟めるんです。これこういうやつなんですけど、ここに入れるじゃないですか。そしたらこれをギューってやると挟めちゃいます。なのでこっち側に答えを挟んで、こっち側で問題を解くっていうのもできますね。この奥にもさらに入れるところがあるので、ここにも大容量でプリントが入ります。で、折り返すこともできるので、ほんといろんな使い方ができるファイルです。そして続いてはこちら、じゃじゃーん。こちらが国用のキャンパスの限定パックノートです。こちらたちね、めっちゃ可愛いデザインで、もう普段から学校でもキャンパスのその可愛いデザインのものを使ってるんだけど、限定ということで、東大生の 85% 以上が使っていた。なんてさ、もうテンション上がるじゃん。で、まず一つ目がこちら。じゃじゃーん。めっちゃ可愛いんだけど、こんな感じ。この色と、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 この色です。で、この中がドットの形成になっているのが特徴です。線が引きやすかったり、一文字一文字がね書きやすかったりするので、いつも私はこのドット柄に助けられています。図形も書きやすいです。はい、でこちらが限定のコットンカラーですね。しかもさ、これ5冊セットじゃないですか。これで5教科使えるから、色ごとにね今教科分けたい人なので、普通も一目見てわかるじゃないですか。そして続いてこちら。これまた可愛い。これからの季節にぴったりです。こちらのカラーはフルーティーポップです。で、なんかちょっとフルーツ柄というかね。これがオレンジ。これがレモン。これがキウイ。これがアップル。これがブルーベリー。この5冊ですね。なんていうのかな、これ優しい色味がめちゃめちゃ好きです。もうさ、使いやすくて可愛いなんて超最強ですね。これもドットの形線ですね。そして続いてこちら。こちらが限定のクリアパステルです。はい、これは国用のスマートキャンパスっていうやつです。はい、で、こちらのやつは軽いのに滑らか。書き心地がね。色もね、なんかね、可愛いの。わかるかな？うん、これだからすっごい暇好みなんだけど。全部好みだけどね。はい、こんな感じです。はい、そしてこちらを使ってる様子の動画がこちらです。じゃじゃーん。北洋のキャンパスのスマートキャンパスというものにね、書いてみました、実際に。じゃじゃーん。こんな感じ。もうね、とにかく書き心地がサラサラ書けるので、個人的な感想なんだけど、芯があんま折れないというか、サーッと書けるので、先生が言ったことをすぐに吸収して書ける力が身につくのかなと思いました。で、すっごいね、こうつまずいてカカッとかなんないし、こう穴が開いたりもしづらい。自分が書いてる時にはね、とてもおすすめです。で、書き心地がすごい気持ちいいから、ペンがとてもおすすめますね。ドット形線なので、線とかもとても引きやすくて、文字の大きさも結構均等になるし、ドットのね、中に書くのを、やっぱり意識して、こうやってね、すごく書きやすくなります。で、この表を書くのにもドットとドットを結べばいいから、定規がなくても綺麗な線が書けちゃいます。そういうとこはね、とてもいいですね。はい、こんな感じです。めちゃめちゃ使いやすいし、可愛いし、テンションが上がる商品です。続いてが、こちら。じゃじゃーん。国用のキャンパスのノートなんですが、これが B5 プリントが貼れるサイズのやつで、普通のノートに比べると、ちょっと大きめ。これが B5 なので、大きめです。で、ヒマは何に使いたいかというと、歴史のプリントが B5 サイズが多いので、これをね、今回選びました。はい、そして最後こちら。じゃじゃーん。国用キャンパスのまとめがはかどるノート付箋です。これがノートの横に貼るタイプで、これがノートの下に貼るタイプです。で、もうちょっと書き足したいというか、あーもう次のページ行くの嫌だーっていう時あるじゃないですか。皆さん、ほんと一度は絶対あると思うんだよね。そういう時に、これを貼ることによって付け足しができます。あと数行がね、書ききれない時とかは下に。そして、先生のコメントとか参考書の内容を書き足したい時には横に。こんな感じで使い分けができます。はい。で、このまとめがはかどるノート付箋はこんな風に使ってます。どうぞ。はい、こちら、ノート付箋。こちらね、下バージョン、ちょっとつけていきたいなと思います。横バージョンもね、あるんですが、今回は下バージョンつけていきます。
このちょっと図を描きたいときにこの幅じゃ無理、次のページに行かないと無理、でも次のページ行くとこのここら辺で終わっちゃうからこの跡がね無駄になってしまうという時とかにこれを使います。じゃじゃん、こんな風になっているんですが、こうピリッと取れます。ここが糊部分になっているのでここでペタッと貼ることができます。そして今そのノートに書きたかった図を書いてみました。これを貼るんですが、このノートの下にあるこの空白、このところに糊があるところをくっつけます。あらまあ、こうなります。じゃーん、本当は横のページに来るはずだったこの図がここに下に来ることによって1ページでまとめられるので見やすく、復習がしやすく、そして次のページが無駄にならないというね、とてもいい商品です。ここにね、折り目があるの分かるかな、ここでなんと折ることができるんです。ノートを閉じます。そうすると出ないし、こうやって復習するときにこうやって見れるし、本当に最高、こういうものです。はい、って感じです。中学生になると勉強する時間が増えるから、自分に合った勉強スタイルをしないとちゃんと身にならないんですよね。でもやっぱ新中学生の皆さんはそんなどうしたらいいのってなると思うし、2年生とか3年生になってもどう勉強したらいいって方も多いと思います。そこで国語の学びスタイル診断っていうものをね、やってみるのとてもおすすめします。ネット上で簡単に自分に合った勉強スタイルを診断してくれるので、ぜひやってみてね。そしてひまがやった時の映像もあるのでご覧ください。どうぞ。はい、じゃあ早速学びスタイル診断やっていきたいなと思います。じゃあスタート。旅行にお出かけに行くときは積極的、 A 積極的に企画を提案する、 B みんなの気持ちに合わせて動きたい。どっちもそうなんだけど計画を提案しますね。次、友達に悩みを相談するなら B いや A かな。お、私は予習復習さらに予習アクセル全開スタイルです。成績向上委員会部長頑張ります。はい、皆さんもぜひ学びスタイル診断やってみてください。というわけで今回は中学2年生になる新学期に準備したおすすめ文房具を紹介してみました。学生にとって文房具は超大切なものだから、ぜひ参考にして新学期の文房具を準備してみてください。とてもおすすめです。ただいま学びに自分らしさをキャッチコピーとして、ななこさんがナビゲーターとして出演した PV や6種類の学びスタイルがわかる漫画、ななこさんと SNS 人気漫画家がコラボした商品が当たるキャンペーンが実施中です。詳しくは概要欄にリンクを貼っておくのでぜひ見てみてください。めくったらあるよ。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバイ。